駅のホームからの転落事故を想定し、消防と JR が連携して利用客を救出する訓練が今日 JR 佐賀駅で行われました。JR 佐賀駅の構内で行われた訓練は、佐賀駅のホームから複数の利用客が線路に転落し、急ブレーキをかけた列車の乗客にも複数のけが人が出たとの想定で行われました。訓練には JR 九州の職員や佐賀消防署の職員などおよそ60人が参加し、佐賀アリーナでのイベントや来年に開催されるコクスポの影響で佐賀駅の利用客の増加が見込まれる中、多数の負傷者が発生した際の救護の流れを確認しました。通常のダイヤで運行している電車による救護の訓練は JR 佐賀駅では初めてだということです。